本番組で何度か取り上げている、ですね、はい、まあ選挙の神様とか、大統領選の神様とか言われているアラン・リクトマン教授、いらっしゃいますね、はい、アメリカン大学の歴史学の教授で、現在もう77歳です、はい、はいえー、なんですけど,、えー、ど、とうとう9月の6日に、ですね、うん、ニューヨーク・タイムズで発表しまして、ですね、うん、私の今年の選挙の予測を言いますと。うん、でこれは、えー、もう あのカマラハリスの勝利ですと断言しました。はい、でその理由としてですね、まあすでにこれいろんなところでもう出回っているので、えー、ここい四日間ぐらいでもうものすごいいろんなところでこう話題にネットの方ではね話題になってますけど、えー、彼は昔からこの十三の鍵というものを千九百八十一年から使い続けて自分の選挙のモデルを構築しているわけですよ。はい、で、えー、リクトマンのそのまあ自分の作ったアメリカの過去の歴史大統領選の歴史千。 1860年代からのすべ、ねはい、ての大統領選を、うん、まあ見て、はいえー、その当時、ソ連の地震学者だった人と一緒にです、ね、調査をしまして、最終的に出てきたのがこの13の鍵っていうシステムなんですよ、はいうん、システムそのもの、モデルはすごい古いんですけど、全然その以降も全く彼は手を入れて変えてないんですよ、予測それで全部当たってるから。 あの外れないんだと外れないんだと,ということで、今回、ハリスが勝ちなんだとそういうことです。い、はい、最後、いつもぎりぎりで決まってるじゃないですか、いや誰がですかいやあの大統領選ってね、うん、いつも最後、激戦州のほんの数パーセントで決まってるじゃないですか。 偶然じゃねえのって、やっぱ思っちゃいますけどね、<laughs> どうしても、あこのれ、なかなか予測できないじゃないのって、本当思いますけどなんですが、一応、彼なりに、はいあの、これはまあん合理的なんだといやあの僕もね、聞いててね、うんあの、確かに合理的な部分はあるなっていうか、一応、前提はもちろんあの、議論は分かれるところではあるんですけど、彼自身はとにかく政権与党なんですよ。うん、はい 政権与党、まあ、日本でいうと自民党ということになりますが、政権与党が国民から評価されるのが、うん、審判が下されるのが大統領選だというのが、うん、彼のえ大前提、はい、で、そこからだから、あの野党側にいる、うん、あの政党がどうだっていうのは、あんまり関係なくて、うん、むしろその政権与党とそう、民主党、今だと民主党です、ね、与党側がちゃんと政権運営ができたかどうかを測ってて、うん、ちゃんとできてれば。うん なんだということガバナンスの話なんですよ、だからパフォーマンスじゃないです、ガバナンスです、そのガバナンスがどう評価されるかっていうところが選挙の結果に現れるっていうのは彼のシステムなんですけど、この13個のやつ、鍵今回、出ししまたサードイメージ的な感じそうです、構造です、構造です、むしろ構造が最終的には国民の審判を受けるという形で、大統領個人のキャラじゃないんだと。 大統領のね個人のキャラっていう、うん、あの鍵も一つ二つあるんですよ個人と銃さですね。はい。鍵と銃さ、ね、現職にカリスマ性があるかどうかっていうと、うん、まあ現職および今回はだからこれハリスになるじゃないですか。うん、はいはい、はいは。カリスマ性はやっぱないと。ないですね。で彼のカリスマ性ってどういうカリスマ性かというと。うん えー、ロナルド・レーガンとか、うんはい、FDR って言ってあのフ、フランクリン・ルーズベルト、はいはい、そういうぐらいのレベルだっていうんで、うん、さすがに確かに、まあ、ジョン・ F ・ケネディもそうですけど、はい、なかなかそのレベルって確かに今のアメリカじゃ出てこないなと、うん、じゃあ、トランプ、これがハリソマじゃねえかっていうふうに言うんですけど、うんはい、トランプは共和党にとってのカリスマですよ。ねな,すね、なんですけど 民主党側の通りカリスマじゃないじゃん、だって、うん、あの嫌われてるわけですから、全員に好かれてるようなカリスマではないので、はい、ここはちょっと厳しいよねということで、がつきました野党候補にカリスマ性がない。まあ、カリスマ性、うん トランプじゃないですかな、うん、ないないっていうのは、これ正しいので、マークはつきません、うん、え問題が唯一、まだ彼があの微妙かなと思ってるのが、外交軍事で失敗していない、ここ三角になってますね、ピンク色になってるところ、これ、実際、アフガニスタンとかいろいろやってるんでっていうところですね、外交軍事で成功してるとも言い切れないじゃないですか、まあそうですね、あのーまあ、イスラエル情勢ですよね、ガザの駐在とかは反対。 のね、デモなんかも起きてますそうなんですよ、はい、そうするとそこがまあ微妙だよねということなんですけど、それを含めても、すべてのこの鍵、これ6つ以上が罰だっていうことになるんですけど、これ全部が今のところ怪しいところも含めても、5個しかいかないんですよ、はい、罰が。なるほど そうすると、これ、現職敗北というわけじゃなくて、再選されるという、うん、まあ現職がつまり民主党側が再選される可能性が高いというふうに出ますので、罰になっているのこの2つですね、前回の与党が前回の中間選挙、これ、2022年の選挙で、確かに民主党、議席減らしてます、増加させてません、罰がつく、1個目、それと3つ目ですね、現職が再び選挙になる、これ、現職じゃなくて、ほら、カマラ・ハリスに変わったじゃないですか、同じ与党ですけど。という ということで罰がついたということで、うん、まあ最悪転んだところで、5個の罰しかつかないので、まあ、これは結果として、現職有利だよねというふうに出してるということです、す、ね、これが,結,結,論が結論として、民主党、カマラ・ハリスが勝利すると、もう断言しております。うん、で彼自身はでもこれがが、えー、カマラハリスを僕が 支持してるわけじゃなくて、これね、動画やってると、和田さんもそうじゃないですか、はいうん、いや、これ、カマラ・ハリスが勝利するでしょうとか、うん、バイデンが勝利しましたよねっていうと、うんはい、和田はバイデンをしか、はい、奥山はバイデンをしかとか、はい、アンチ・トランプか、ここはって言われちゃうわけですよ、予測と僕が支持してるかどうかっていうところって関係ないじゃないですか、わ分析我々は分析としてそういうことやってる。はいこ 今回に関しては、どっちもそんな好きじゃないっていう感じですよね、ねはい、まあ好きとか嫌いとかの話でもなくてそ,うそうそうそう、もう国際政治だし、例えばまあ好き嫌いで、はい、例えば自分、トランプ好きだから、うん、安倍さんと仲良かったし、トランプ好きだからって言ったところで、選挙権もないわけですし、われわれにね、うん、だから何を言ったってしょうがないんですよ。で<ど>僕らがどういうい 放送しようが、それに対して影響力あるわけじゃないんで、ましてや大統領選になんてね、影響力はないわけですよ。なんなんすかねそういう動画を見てる人たちの、なんかトランプを支持しなきゃいけない奥山は敵だみたいな、なんかそういうことじゃないんですよ、それはだいぶ減ってきたと思うんですけど、そうですかちょっとまあ、面白いのは、先週、共和党員のメンバーが200人ぐらい、その。 トランプから離れたと、いうのがありましたけど、実際そうリズチェイニなんかがもう出てて、リズチェイニに至っては、私はトランプに入れないだけじゃなく、カマラハリスに入れますって言ってました。言ってました。そしたらあの親父のリックチェイニも入れるって言ってました。そうでしょう。で、あのリックチェイニなんかもバリバリ保守じゃないですか。で、そうそうそうだからという話ですよね。私は。 共和党だけど、共和党の保守で、トランプの共和党じゃないんですと、とこまで言ってきてる人たちもいるわけですただ、トランプ支持者はみんなライノって、ライノってすごくいいんですよ、リパブリカン・イン・ネイボオンリーっていうんですか、その名ばかり共和党っていうふうに悪口言うじゃないですか、そういうのに、なんか日本人なのにわざわざ乗っかって、あいつは隠れ民主党だみたいなことを言ってる、それで喜んでる言いますけど、いや、それ、われわれ そ,のそれがあの応援するかしないかとか全く,く <laughs> 関係なくて、ね、ただ単に分析してるだけですよ。はいはい えーまあ、そういうい予測してるだけも、まあ、リクさんも同じこと言ってます、うん、彼自身は僕は、話聞いてると、えー、最近、いろいろインターネットで彼やってるんですけど、うん、そういうウェブ番組とか見てると、彼自身はおそらくこれは民主党員なんだなというか、民主党寄りのリベラルの人だなって分かるんですけど、あの彼はやっぱり分析するときには感情入れないっていってるんですよ。と、はい、いうのは2016年のときに、ワシントンで彼、住んでるワシントン周辺に住んでる人間なんですけど、そのときに自分のモデルでは、 もうこれ、完全にトランプですよねっていうふうに予測して、当ててるんですよ、はいはい、で、あの辺の、えー、アメリカン大学とか、あの辺のワシントン周辺は、当然、民主党員が多いんで、うんえー、当時、ヒラリーを推す声が多かったのに、はい、彼は、私、残念ですけど、私の予測によると、次、トランプです、2016年、言い切って予測当ててますから、はい、感情を入れてるわけじゃないっていうところ、うん、まあ、大事なのかなと思います。はい、ついでにこの、あのあ、ー カメラハリスについてのこのはこれあの、えっと、ニュースネーションの方の画像を撮ってきたものなんですけど、これ、はい、こちらですね、うん、カマラ・ハリスの強みみたいなところをやっぱり見ると、ですねこの13の鍵の中で、まあ、有名あの大事なのは、こうちょっといろいろ書いてますけど、うんえー、サードパーティーって書いてあるじゃないですか、はい、これ、RFKJr.。RF 5%ぐらい実はシズルあるんじゃないかと言われたのがやっぱりドロップアウトしましたよね。そうすると第三の党がなくなると与党にとって有利っていうのが彼の考え方なんです、うん、るほど。第三党がはい、第三党がいなくなると、うん。いなくなったってでもあれトランプの方に協力すると。 いうパターンもありますけど、うん、実際でも、あのこれ、票がしっかりあの民主党か共和党に分かれるんで、うん、そういう意味では、ね、与党に強いっていうふうにうそ,うなるほどそういうふうなことなんですね。ということで,すであの、経済なんですけど、うん、今、確かに株価、乱高下してますけど、これからじゃあ、本当に、えー、の経済が落ちましたとかいうのって、これ、まあ、ショートタームのことなんですね、短期に、えーけいえー、そういうふうに判断されるかどうかって。 結構時間かかるじゃないですか、まあ、なんか2か月連続とかうう、株価は危ないですけどね、あのー、株価はちょっと危ないです、ね、確かに秋っていうのは、暴落の季節なんでありますけど、まあ、それも、えー、これから2か月経って、まあ、11月の時点で、えー、景気後退に入りますってダン、だんだんとこう出されるわけではないので、11月の時点ではっていうことですよね、はい、まあそういうもの、いくつかあります,す、ね、ということです。じゃあ,まあもう 果たしてこれが当たるかどうかと。なんですけど、うん、僕は一言だけちょっと付け加えたいのはですね。はい、これは私予測がこれ多分アラン・リクトマンこう言ってますけど紹介しましたよね。はいうん、僕はどっちでもいいと思ってます。あのトランプが、うん、えあのい 再選されようがカマラハリスになろうが戦略を考える人間としては、どっちにかけるってことをしちゃだめなんですよ、要すに今、わ日本政府としてやらなきゃいけないのです、日本国民としてもっていうところあるかもしれませんが、やらなきゃいけないのは、もう一つだけです、それはハリスになってもいいように、そしてトランプになってもいいように、どちらにも備えるっていう、これだけです。僕はトランプになった時の 関税が怖いいいなってう感じありますやでも、ほら先週やったじゃないですか、ハリスもやってきますよ、同じです、変わんないです、民主党でも、なので、おそらくそれに備えるっていうのが、やっぱり一番、われわれやらなきゃいけないことなんで、予測はもちろんこういうふうに、われわれ見ますし、リクトマンが言ったら、かなり説得力があると思いますけど、僕自身はどちらになってもいいように、日本政府は準備しなきゃいけない、これだけは間違いないと思ってます。 アメリカ通信の動画をご覧いただき誠にありがとうございます動画の高評価いいねチャンネル登録もぜひお願いしますアメリカ通信では毎日18時に動画配信毎週火曜日8時半からはライブ配信をしてますのでぜひご覧ください